子供の声と音アシスタントのぐーちゃんです。はい、今日この2人でやっていきますよ。今日は10月11日、はい、日曜日ですよ。今日はちょっとこんなパリピな状態で出てきましたけども、はい、いよいよ始まりましたよ、イルミネーションの時期が。はい、毎年僕はバラ庭にイルミネーションを取り付けていくんですね。はい、そしてこちら、まずはこちらのハロウィンのイルミネーション、ちょっと最近台風が来てしまったんでつけれなかったんですけれども、はい、本日つけていこうと思いますよ。ハロウィンのイルミネーション、はい、こちらはダイソーの、はい、このダイソーグッズのハロウィンのものにイルミネーションを仕込んで光るようにしてありますよ。 LED を仕込んで、はい、いろいろ工夫してやっております。はい、他にもいろいろイルミネーショングッズ、こちらもコストコの、はい、こちらハロウィンの、はい、この置物にこのイルミネーションをつけて光るようにしてありますし、はい、こちらもそうですね。こちらもコストコの、はい、ランプのこの置物に、はい、こちらもイルミネーションを、はい、LED ライト仕込んで光るようにしてありますよ。はい、そしてよいしょ、こちらのナイトメアンのものもありますし、はい、そしてこんなイルミネーションもありますので、いろいろ今日はつけていこうと思いますよ。はい、はい、バラも少しだけ咲いておりますので最後にちょっとだけご紹介できると思いますけども、本日はこちらをメインにつけていこうと思いますよ。はい、ですので、よいしょと、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず点灯確認からしていきますよ。いつもこの毎年使うときに点灯確認するのがドキドキするんですよね。お、いいですね、つきますね。ちょっと周りが明るいって分かりにくいですけど、ついております。車にこうギリギリするかすらないかのところでつけてますけどね、いつもこれハロウィンのリアル雲の巣がうちはついてますけど、もうあの害虫対策であまり雲の巣は取らないようにもしてますので、はい、リアルハロウィンですねよし、もうあらかじめこういう針金がついてますので、これを取り付けていくだけです。よいしょ。あらかじめ電源ももう張り巡らされてます。プシッとつけていくだけです。よし、OK、
はい、とりあえず駐車場のハロウィンは着きましたよ。綺麗に着いたね、くーちゃん。そうだね。はい、あとは夜のお楽しみということで、はい、バラの方をちょっとカットしていきましょうね。はい、では今日も香りのバラちょっとだけ綺麗に咲いてくれておりますのでカットしていきましょう。まずこちらストロベリーアイス、綺麗ですよ。いいですね。どうだ、あ、ちょっとこれはボーリング気味だけどいけるね。これ開けばいけるね。ちょっとボーリング気味だったけど大丈夫だね。はい、こちら雨でちょっとボーリングになってましたけどペタンってくっついて、はい、大丈夫です。はい、こちらはエデュアルマネ、いいですね。今日はセンチメンタルが綺麗に咲いてくれてますよ。いかがでしょうか。最高に綺麗です、センチメンタル。そしてセラフィム、綺麗です。大きく綺麗に咲いてくれてました。わあ、開いてきましたね、セラフィム、いいですね。はい、それからボレロ、ボレロも雨にも負けず綺麗に咲いてくれましたよ。あ、今日も綺麗に咲いてくれたね、くーちゃん。うん、そうだね。はい、昨日の長雨にも負けず綺麗に咲いてくれましたよ。皆さんいかがでしょうか。今日のバラたちとっても綺麗です。はい、長雨に打ち勝ちましたよ。ああ、みんなとってもいい香りです。ああ、最高です。くーちゃん、今日はどの子が一番いい香りがするかな。そうだな、今日この子のセンチメンタルかな。そうか、そうだね、このセンチメンタル。いかがでしょう、皆さん、こちらの白に赤いこの絞りが入るバラ、綺麗ですよね。ちょっと椿っぽいですよね。はい、この子も、はい、強化なんですよ。これで、この綺麗な絞りで、そしてこの強化なティーの香り、いいです。とってもいい香りです。こちらのいかがでしょう、エデュアールマネと比べると同じ絞りのバラでも、こちらはピンクに黄色、こちらははい、白に赤ですので全然違う感じですよね。同じ絞りのバラにしても、はい、両方ともとっても良い香りですよ。最高です、今日も。はあ、今日も最高に向かうだね、くーちゃん。うん、そうだね、最高、最高、最高です。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。バラ庭でハロウィンのイルミネーション付けをしていきましたよ。はい、ではでは皆さんお待ちかね、夜の様子ですよ。はい、綺麗についてますでしょうか。さあ、では皆さんと一緒に見に行こうと思います。おー、くーちゃん綺麗についてるね。うん、そうだね、ピカピカ光ってる。かぼちゃもついてるし、いいね、これもぼんやりとつくし、いいね。お、クマのプーさんは相変わらずで、あー、いい、今年も、はい、あの手作りの、はい、このかぼちゃとお化け、かわいくついてますよ。かわいいね、とっても。ブーって言ってますよ。いいですね、あ、この、はい、
こちらコストコで買ったこのランプもいい感じで光っておりますよ。いかがでしょうか。はい、こちらもいい感じですね。はい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 、いい感じです。ちょっとハロウィンっぽくなりましたよ、駐車場が。うんうん、あ、このかぼちゃもなんかいいですね。暗くていい感じです。なかなかはい、さあこうして駐車場をきれいにつけてテンションを上げて、はい、こちらの毎年家の壁面は取り付けてますよ、イルミネーションを。いいですね、綺麗についたね、くーちゃん。今年も綺麗にハロウィンのイルミネーションついたね。いいね。はい、こんな様子でつきましたよ。いかがでしょうか。かなり明るくなりましたね、駐車場が。最初の頃と比べると。ね、こうやってつけたところを見るとつける苦労が報われるんですよね、毎年。それで頑張っちゃうんです。はい、近所の子供たちが遊びに来てくれますよ、毎年いい感じにつきました。はい、今日はハロウィンのイルミネーション付けですけれども、これから僕はどんどん家の壁面にクリスマスイルミネーションをつけていきますので、そちらの動画の様子もバラと一緒にお届けしていこうと思いますので、お楽しみにしてくださいね。はい、ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、またね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。バラ庭のハロウィンのイルミネーション、あ、ダメだ、カミカミじゃん。素晴らしい、最高のショーだとは思わんかねこれが分かった方は相当のジブリ好き